僕、うちの彼女と会話をしてる時って、ほぼ必ずスマホ持ってるんですよ。で、ゲームだったりとか、ツイッターだったりとかしながら聞いてるんですよ。その、同じ話をすることがあるんですけど、その人が、この話するの大好きっていうネタがあるんですよ。だから、あ、この話のこの流れだときっとこの話をするだろうなって分かってて、あ、またこの話してるわっていうのが、でも嬉しそうな話してるから、はいはいはいっていうので、で、同じ話を聞くと、暇だからつまんないから、ストレスになるじゃないですか。だから僕、 もうスマホ見てるんですよで、まあこの足のランとなるとスマホを見てうんふーんふんとか言いながらこう別のことをしてるっていうので相手が話をするときにスマホを出すと話聞いてないってなるので僕は常時スマホを持ってるんですよだからこの話つまんねえなっていう時だけスマホを見てるんじゃなくていつもスマホを見てるからあこの人はスマホを見る人だなっていう状況になってればつまんないからスマホを見てるではなくいつも通りになるんですよなのでいつも通りスマホを持ってる人っていうキャラ付けを きろゆかなと思いますチャンネル」「ひろゆききりぬき」「ろゆかチャンネル」「ひろゆききりぬき」